ああ、僕もこの光景を目の当たりにした時は、でも見間違いじゃない。死んだのは、あの名だたる歌手の。 一応言っておくけど、この件と僕は無関係だ。僕は不運にも現場に居合わせてしまっただけ。それはファミリーが証明してくれる。信じられないなら、ハウンド家の人間に聞いてみるといい。ここだって事件が起きた現場じゃない。僕が君に見せているのは、記憶の一部。最も単純な公園水の表現。ここまで来ても、 君はあの巡回レンジャーが無関係だと思うか？ピノコニーははっきりと約束してる。ファミリーが作った美しい夢の中では、すべての人の安全を保証する。危険に遭遇した人がいたら、彼らはどうしてそんな約束ができるのか？それは、その約束の裏に調和の庇護があるからだ。 ファミリーのドリームメーカーたちは思考を一つにつなぎ合わせ、その防衛線を突破して、無境の中で死を作り出すなんて。ファミリーの許可がなければ、メモキーパーですら不可能だ。じゃあ誰ならできるのか？そんなの彼女しかいない。あの巡回レンジャーを自称する女性。他人になりすました。ま、 アフリートが死んだのは間違いないだろうし、ロビンの彼女の惨状も見ての通りだ。さて、次の儀。大丈夫。君は自分で判断すればいい。信頼を築くには時間がかかるからね。 ただ、君にも知っておいてもらいたかったんだ。その遺産とやらをめぐり、今ピノコニーでは水面下で妙な動きがあって、くれぐれも立ち位置を間違えちゃいけない。僕が君だったら、黄泉とは確実に距離を置く。何しろ影に隠れた怪物に比べれば、表に出ている計略の方がよっぽどマシだからね。 でも、表に出ている計略の裏に、さらに深い陰謀がないなんて、誰が言い切れるのかしら。メモキーパー、僕たちの取引はとっくに終わって。アベンチュリンさんの言っていることは事実で、この記憶も真実。カンパニーはガーデンと違って、 記憶にできることはかなり限られてるからね。マイフレンド、回りくどい話はやめて、単刀直入に言おう。前から言っているように、僕は遺産の争奪戦には興味がない。ピノコニーに来たのは、挽回のガンのおかげで、こいつはすっかり不良債権になっちゃってね。カンパニーは何度も交渉、あの連中は君が想像してるより手強い。 このまま静かに泡となって消え、そんなの不公平だろ。僕の目標は一つだけだ。ファミリーは高い壁に覆われている。今がチャンスなんだ。ロビンの死の真相を明らかにできれば、死者に安らぎを。僕がピノコニーの各地で調査を行い、 幅広く交流してきたのは、この悪い知らせはファミリーにとってとても不利なものだから、きっと外部の人間でも、きっといくつかの派閥は例外になる。それこそが君たちは真相を明らかにして正義を貫ける。僕はカンパニーの仕事を全うできる。急いで答えを出す必要はないよ。 一旦仲間のところに、あのナビゲーターのお姉さんは聡明だから、きっとこの取引の価値を分かる。ああ、それから、これも持って行って。調査を進め。じゃあまたね。君たちと一緒に、死の。
アベンチュリン、言うだけ言って言っちゃった。確かに無理強いする気はないみたいだけど、なんか引っかかる。この後はどうするつもりなの？ブラックスワンはどう思ってるんだろう。表面的にはこの取引はあなたにデメリットはないように見える。彼はまだ蛍さんのことを知らない。でもあなたの反応から反応が早く、思考も論理的。今の状況を考えると確かにそうね。いずれにしても慎重に動きましょう。開拓の道は。他の問題については、二つの事件が同一人物の仕業だと断言するつもり。それに無教のな、悪いけどその質問には答えられないわ。でも間違いなく彼女はこの宴でごく短い時間に相次いで、考えられる可能性は二つ。一つは、仮に誰かが意図的に最初に密航者を、次に何もかもが突然すぎて私も推測、さあこっちに来て。短い道のりだけど、はぐれないようにね。ここから出られるわ。私たちも残念だけど、記憶は嘘をつかないの。でも怖がることもない。ただ心の選択に。ああ、ちょっと待って。はい、これは私からのささやかな選別よ。私も義理や人情は大切にしているの。まだあの巡回レンジャーに関することで、次に会うとき、あなたがどんな面白い記憶を持って。ファミリーの代表、ヒメコたちは大丈夫かな？発目して待とう。いろんなことがあったな。急いで頭の中を整理して、みんなが来るのを待とう。刀を抜く時です、レンジャー。ハンター、まだ夢を見るか。自分のせいで死んだ者の夢。
最初から決まっていたよ。彼らはまだ生きている。それはあなたも同じだ。あなたにはまだ選択の余地がある。そのオルゴールを置いて。選択？壊滅の血の道にためらう余地が。トフェとの縁は、たとえあなたが命を捧げたとしても。レンジャー、お前が歩んでいるのは狂愛な順。私たちは炎の中から誕生した。炎は燃焼は閻魔の一生であり、始まりと終わりでも。私たちは生まれ、あなたの仲間はそう考えてはいないようだが、彼らはあなたのために。あれらは私の子だ。かつての私と同じ。しかし私の炎はすでに弱まっている。残された時間も。なぜ？アイオーンたちが切り開いた道の上で、お前は私の司令。お前は自分の正体を隠せない。その刀を抜くがいい。壊滅とは壮麗な瞬間だ。たとえその答えがあなた自身を破滅させるものであったとしても。答えは重要ではない。重要なのは、虚空の中でも美しい夢は生まれる。わかった。受けてたと。お前はこの世界で最も輝かしく。底知れぬ夢。その通りだな。だが、あなたは一つ誤解している。この刀がまだ鞘から抜かれていないのは、慈悲や軽蔑が理由ではない。あなたには正直に言おう。遵守は私が進む道ではない。死があなたの長い夢を終わらせることを、そして目覚めの世界へと導くことを願う。私は今でも夢に見る。引け。まだあなたの番ではない。私の番。巧妙な偽装はたくさん見てきたが、外見は隠せても心は隠せないものだ。あの開拓者、あなたは彼女を殺そうとしなかった。あなたが手を出したのは、あくまで私とあのメモキーパーを追い払うため。なぜだ？運命の奴隷がそうさせたのか。あなたはエリオを知っているのですね。このことはあなたの脚本に書かれていると思っていたが。私の脚本にはいつも数行しか書かれていない。それ以外のことは必要はありませんし、欲しいとも思いません。彼は私の性格を知っています。運命は一つしかなく、誰も避けては通れない。ですがあなたは知らないようなので、今度は私から質問しましょう。あなたは一体何者なのですか？おそらくあなたの敵ではない。質問の答えになっていません。そこまで興味を持たれるほどの価値はないと思うが、銀河を一人で旅する者には秘密がつきものだ。私もカンパニーから指名手配されたことがあるから、性格反対について知っていても不思議ではない。私ならあなたを助けられるかもしれない。なぜそんなことを？私はよく忘れてしまうから。記憶よりも感覚で物事を捉えるようにしているんだ。私にはその冷たい甲冑の中にいるのが誰かわかる。どうだ、鎧を脱いで話す気になったか？
まだその時ではありません。私は助けを必要としていませんが、あなたに少しアドバイスしましょう。これは双方にとってメリットがあると思います。あなたの狙いが時計屋の遺産なら、ファミリーを調べるといい。彼らは死の存在だけでなく、無教の過去と真実も隠していますので。もう調べている。そして請求列車はあなたの敵ではありません。それは私も分かっている。だが、あなたの口からそんな言葉が出るとは思わなかったな。それで、これからどうするつもりだ？あの開拓者はブラックスワンに連れて行かれた。彼女を探しに行くのか？その必要はありません。あなたには教えても構わないでしょう。エリオが私に与えた指示は一つだけ。それは、請求列車に、共に大いなる遺産を負わせること。もっと簡単で直接的な手を使い、この件を終わらせようとしたのですが、結果はご覧の通りです。私は今ここであなたと対峙している。つまり、いわゆる不可能と呼ばれるものは、まだ訪れていないだけのことだ。まあいい。別れる前にもう一つ聞いてもいいか？あなたの脚本の中に私に関係することは書かれているか？運命が見た未来の中で私がどういう脚注を残したのか知りたいんだ。残念ですが、一言も触れられていません。驚くことでもないな。待ってください。答えはノーです。何？あなたの最初の質問です。まだ夢を見るか？自分のせいで死んだ者の夢を。答えはノー。一度も見たことがありません。私には生まれつき夢を見るという機能が備わっていません。私は冷たい現実のために生き、ほんのかすかな光のために燃え、灰になるまで燃え続けるのです。だから、あなたが羨ましい。そうか。あなたはもう、目覚めの世界で生きているんだな。ホタルのことはブラックスワンから聞いたけど、まさかロビンさんまで。ごめんなさい、あの時。現実世界は穏やかだが、無境では暗流が渦巻いている。みんな落ち込んでいる暇はないぞ。俺たちには、まずは状況を整理しましょう。あんたの言葉を聞いて思い出したことがあるの。ナナシビトは今回の件に関与していないと信じています。どうか皆さんも亡くなったか。今思えば、あの時の彼の表情は何か隠してるみたい。ファミリーはロビンさんの死を隠そうとしてたんだろうね。だがその直後に起きた二つ目の事件は彼らの想像をはるかに超えていて、ファミリーも外部の助けを求め、それにホタルの件は目撃者が多くて隠しきるのは難しかったから。なり、この二つの事件は根本的に性質が違うから、ファミリーが何より警戒している。そうだな。彼はあの巡回レンジャーのことをとても、なんか獲物に夢中になって足元をすくわれそうになってる感じがする。こうなった今、私たちが信用できるのは自分だけね。とにかくまずは情報を集めて、できるだけ多くの可能性を並べてみよう。それから矛盾、ただこれだけ多くのことが起こっても、俺たちは今回は本格的に名探偵を演じないとね。でも超、これは私の感覚だけど、ファミリーは請求列車に悪意はないと思うの。それにここはファミリーのテリトリー。彼らと手を組む。アベンチュリンさんについてはベルト、あんたの意見を聞かせて。
あれは一筋縄ではいかない相手だ。彼は感情と論理の両面において相手を納得だが、状況がはっきりしない今、より多くのつながりを築き、俺たちもファミリーとの距離を慎重に保ち、あまり近づきすぎないようにした方がいい。つまり先にアベンチュリンさんの提案を受け入れるべきってことね。あ、もちろんリスクはあるが、それぞれの腹の内が分かってから改めて判断するしかないだろう。理屈は分かるけど、ここって悪いやつが多いから、そのうち後ろから刺されるんじゃないかってヒヤヒヤしちゃうな。はあ、せっかく心配してあげてるのに。もういい、やっぱりうちがあいつを見張っとく。いざというそれじゃアベンチュリンさんへの返事はあんたに任せるわね。アベンチュリンはこの結果に満足してるみたい。みんなにも伝えよう。アベンチュリンさんの目標はカンパニーのためにピノコニーを取り戻すこと。そのために、死の存在はファミリーに隠されているけど、一体宿泊客に手を出すってこと？それは考えにくいわね。彼の狙いがファミリーであることは間違いないけど、方法がわからないのよね。調和はアベンチュリンさんは相当彼女のことを気にしてるみたいね。でも私もその可能性を考えてたの。特に彼はあんたのことをとても気にして。そうね、今はただ考えることしかできない。いずれにして彼は明らかに生まれながらのギャンブラーで、勝利のためなら全てをかけることも厭わないでしょうから。アベンチュリンさんの言葉の中で、彼は何も証拠がない状態であの巡回レンジャーがロビンさんを殺した容疑者。ここまで明らかに根拠のない推論は君の心。もしかするとアベンチュリンさんの目的は最初から信頼を得ることではなく、ただ来ると言っていたはずのアナイア・レイトギャングが。ところで君はこれまでに何度かヨミさんに。なるほど、確かに典型的な巡回レンジャーのイメージと一致するな。あの連中は不思議で捉えどころがない上に。死んでなんかなくて、だってこれって夢の中だよね。なんで夢のら、はあ、あの大劇場を見るとついあれこれか。ううん、そういうわけじゃないよ。だってファミリーがいたからこそ、町の人たちは相変わらず楽しそうにしてるし、何が起きてるのか誰も知らない。ああ、むしゃくしゃする。でもそれじゃあ町の人たちと同じにな。これ以上アベンチュリンさんからの要求はないようだから、先にファミリーの依頼。今のところ彼女が目撃した2つの殺人事件が最も、一つ気になるのは、夢の中で誰かが死んだ場合、その人は現実世界でどなら、二手に分かれて行動するのはどうだ。実は気になること。え、あ、ついに姫子と幼児ちゃんのタッグ。あ、何かあったらすぐ。
お客人、出てきてくれないか。そんなにジロジロ見られると私も落ち着かないんだが。これは失礼。俺はベルト用請求列車の一員だ。俺の仲間には。ベルト？ん？その名前がどうかしたのか。その前に私の名前を聞かないのか。その必要はないだろう、ヨミさん。君は今やピノコに。彼らは何と言っている？ある人は君がこの連続殺人事件の真犯人だと言っている。宴に来ようとしたアナイア・レイトギャングも同様に君の刃によってみじ…アナイア・レイトギャング？栄華鑑定のアフリートだ。惨めな死。あの太后は死にゆく体を劣化に変え、その身を捨ててまで信念を貫いた。彼は確固たる、そして壮絶な運命の後人だ。ましてや正体に応じてやってきた不審者は大勢いる。彼らは本当に一振りの超刀があなたのブラックホールよりも危険だと思っているのか。君は勘が鋭いようだな。ファミリーですらこの杖の本当の姿は見抜けなかったんだが、それなら君も理解しているはずだ、ヨミさん。ブラックホールを覗くことは賢明ではないと。潜在的な危険分子として君は俺たちのことを不快なまでに知っている。正体を明かしてここに来た目的を教えてくれ。さもなければ重力に引き裂かれる覚悟をした方がいい。そんなことは起こらないが、それで七死人たちに警戒を解いてもらえるなら喜んで協力しよう。あなたが信じようが信じまいが、巡回レンジャーヨミ、それが今の私の肩書きだ。そしてピノコニーを訪れたのはある遠い昔の意志のため。私は時計屋の遺産のために来た。それだけだ。これで十分正直に話していると思う。まだ自分の正体を明かしたくないのか。明かしたくないというより、できないと言った方がいいな。私の歩んできた道のりはあまりにも長い。この身に課せられた諸々を言葉で説明するのは不可能だ。誰にでも口に出せない過去があり、人に見せたくない秘密がある。私も請求列車がなぜ性格を持って銀河を旅しているのかは聞かないでおこう。彼女は大丈夫か？あのメモキーパーは何もしていないよな。彼女のことなら心配はいらない。さっきの話に戻るが、俺の信頼を得られるかどうかは君がどれだけ正直に話してくれるかにかかっている。その遺産を見つけるため、私はピノコニーについてから様々な無境を訪れ、数々の調査を行った。その過程で多くの客とつながりを持ち、気づいたことがある。それはピノコニーの秘密はかつての開拓と深い関わりがあるのかもしれないということだ。だからあなたたちに助けを求めに来た。まだ確たる証拠はないが、一つの可能性なら提示できる。おそらく全ての悲劇の元凶はファミリーの内部に潜んでいる。ベルトさん、あなたも同じ結論に達しているんじゃないか。ここまでにしよう。とりあえず君に敵意がないことは信じる。君が気づいたことを教えてくれ。ただしそれを共有するのは君と俺の二人だけだ。確かな証拠が見つかるまで曖昧な推測で他人の判断を乱したくないからな。分かった。
そうだ、何か飲むか。出発前に夢からの目覚めを2杯、いや4杯どうだ。これからの話は長くなるだろうからな。私は彼女をずっと見ていた。彼女は宴会場の隅に座り、ただ静かに夢からの目覚めを飲んでいた。そうか。私には両者に違いはないように思えるが。現実世界の客室はあなたの外見と同じようにね。労せずして手に入れたこのオルゴール、アナイアレイトギャングが受け取った賞。あなたに関する記憶はあなただけのものじゃない。私が知っていることは多く、遠い未来のことも予言できる。アナイアレイトギャング、あなたに出会った後に行方不明になった亡命者たち、彼らに一体何があったのか、私が明らかにしてあげる。12のメモリ、12の無境。お父様、私はそれをあなたに捧げましょう。よくやった、デブ。奴らがどこに逃げよう。ぼんやりとしてるけど、これはアフリートの子。最初に招待状が渡された時の記憶ね。すぐに途切れてしまった。奴らは眠りの国に行く。ただ風雨に邪魔されず、炎の子らよ、これはお前たちの成人の…こいつが出るまでもね、私だけで十分だ。壊滅を行く命知らずが死を怖がると思うか。映画鑑定が出発した。かわいそうな人たち、彼らはこの先で何が待ち受けているのか知らないのね。でも記憶の復元は順調。彼女がもうすぐ来るわ。どういうこと？この後の記憶は空白？まさかそんな。このオルゴールがヨミさんの手に渡り、彼女によってピノコニーに持ち込まれたのは事実。まるで消されたみたい。あなたは誰？あなたは誰ですか？これは、いいえ、これは記憶の一部じゃない。あら、メモキーパーさん、あなたはガーデンオブリコレクション、それとも焼却人に仕えているのですか？私はコンスタンス、お会いできて光栄です。本来なら私たちはピノコニーで出会い、共に心に深く刻まれる時間を過ごすはずでした。ですがそれは叶わないようですね。宴の星はダリアを歓迎していませんし、私も聖人の儀など必要としていません。彼女の秘密が欲しいんでしょう。それなら
私が教えてあげますから、私の代わりにその宴を楽しんでください。あなたに忘れられない記憶が残りますように。お電話出た方がいいかしら。前日、スターピースカンパニーから発表があり、ツガンニア4は市場開拓部の指導のもと、スターピース憲章に基づき独立自主の市長連邦国家、市長連邦国家の創設はツガンニアにとって重要な歴史的意義があります。ツガンニア4はデネス、プルーチェン、ドナウの三大聖系が交わる無主地帯に位置しており、今ではこの星に定住する知的生命体はほとんどいません。彼らは複数の氏族に分かれ、多くが遊牧を営んでおり、乾燥して雨。ツガンニア、ツガンニア、乾ききった暴風の目、意地はあっても水はなく、雷はあっても、あなたは我らに蜂蜜の名を与えながら、屈強という名の剣の下に置い、あなたがこの子の父親を連れ去った時、私は自分が安らかに行くことなど望んでいません。そうでないなら、なぜこの子は生まれたばかりで。お母さん、お母さん、お母さん、雨だよ、雨が降ってきた。雨、雨、そう、雨だよ、本当だったんだ。あのよそから来た人たちは嘘なんかついてなかった。家に帰る。ああ、これが雨の音よ。あなたは幸運な子、祝福された子。地母神があなたのために、あなたの体を流れる血が、旅がいつまでも平穏でありますように。計略が決して露見しませんように。この悲しい世界へようこそ、カカワーシャ。そろそろ起きる時間だ、ギャンブラー。ああ、ああ、参ったな。スラーダを飲みすぎたのかもしれない。君の推測通りだった。外の連中は誰もロビンが殺されたことを知らない。それどころか、かすかな噂すら流れ。まあそうだろうね。ファミリーが気づいた夢の中で死が訪れるなんて誰も想像して、正直僕は信じてなかったんだ。何度か自分で試して、ようやく本当に死なないと分かるまでね。だから確信したんだ。この事件の裏にはもっと大きな秘密が隠されているはずだって。なら君も記憶域ミームについて聞いたことがあるだろう。君の代わりに、お、死者はロビンの他にもう一人いる。密航者という。二件の殺人事件。なるほど。だ、この件の犯人は本当に狂ってるな。でもただ、彼らの手口は僕が思っていたよりもはるかに強引で、どうすればいいかな。大したものだな、ギャンブラー。もう行き詰まったのか。チップはたくさんあるけど、慎重に選ばないといけないからね。ロビンは彼女の言うところの口の聞けない人だろ。彼女は声を失った。彼女が歌の練習で声を枯らしたわけじゃないなら、残る可能性は一つだけ。彼女は死んでしまった。全負けした挙句、自分を容疑者にしてしまうとは。現場には目撃者がいたから、
ファミリーも一応は君のアリバイを信じている。だが今後、現状は楽観できないね、教授。ああ、冷や汗が出てきた。確率を聞いているのなら、あると答えよう。ただ限りなくゼロに近い。ピノコニーのとったが、もし君が我慢できずに誰かと運試しをしたいというのなら、あの男はもう一度君に会いたがっている。あの男？サンデーだ。公に審問を受けるのかい？前者だったとしたら僕が伝えるまでもないだろう。なるほど、そういうことか。レイシオ、今なら確信を持って言える。ファミリー、こうしちゃいられない。今すぐ出発しよう。着いたぞ。朝露の館、大久家の要塞。要塞？いい例えだね。この前、ここの所有者にぴったりだな。この屋敷は名目上サンデーのもので、彼の正体がなければ。ねえ教授、随分な言い草だけど、僕が君を裏切らないと誰が保証できる？見てろ、その支配欲に満ちた大久家。ついてこい。彼の応接室に案内する。余計な。この二人、このサンデーさんに頼まれて容疑者を連れてきたんだ。ああ覚えているぞ、ヴェリタス・レイシ。何の話だ？君の頭の上のそれだ、我が機動騎士の全力。前にも言ったが、君の幻想アーマーは君には見えないだけだ。言っただろう、ファミリーだけ。ここは外と同じくらいバカばかりだな。この先は？扉が閉まっている。僕が言いたいのは、ここには扉すらないのに。セキュリティ上の理由から、ファミリーは行政施設を無境の奥に建てた。前回はカンナという使用人が横の部屋に行って何か確認した。じゃあ僕たちもそうしないといけないんじゃないか。運試しと行こう。入りたつぐみは別々の方向を向いている。これは明らかにヒントだな。でもこれって本当につぐみなのかい？そうだが、どうかしたのか？いや、ただこんなに大きなつぐみがいるのかなって。僕が見るにこれはハードイーグルだと思うんだよね。五大クランの中に鷹はいない。いるのはつぐみ、カタルスケだけ。はあ、なぜこんなことで議論しない。
スト行こう。やっぱりこれが正解だった。実に素晴らしい発見だ。君には本気で言ってる？ただの冗談だ。伝わらなかった。中はすごく豪華だね。忠告しておこう、ここは無境だ。この屋敷のインテリアが…なあ、君の言う通り、ファミリーを破綻さ…どうかしたのかい？まさか道を間違えたとか？間違えたわけではないが。おいおい君、本当に？これはテストだ。話をする前に僕の認識が間違っていなければこの広間で、脱出ゲームって？真面目にやれ。誰も君と遊んでるわけじゃないんだ。うーわ、大きな箱にはお金が貯まったら僕もこんな高いビルを建てたいな。ここを見てくれ。模型に分かりやすく亀裂が入ってる。前に来た時はこんなスロットはなかった。君の天才的な頭脳ならここに。当然だ。周りをよく調べるんだ。僕が見ればすぐに分かる。はいはい。なんか今の僕たちって侵入窃盗学の学位を取得しようとしてるみたいだね。見つけた。あれだ。プレートにはガリバーアーチって書いてある。君、僕が君なら今すぐ口を閉じるところだよ。まるで積み木を積んでるみたいだね。僕は積み木で遊んだこと。ほら、ぴったりやって完璧だ。え、次は。
嘘だろ。ま、ここは夢の中ではあるな。教授、君めちゃくちゃ大きくなってるよ。いっそのことこのまま出るのはどうかな。冗談だって。とにかく扉を開ける方法を探そう。こんにちは。黄金の時の基盤模型へ。私はオーク兵、基盤模型のガイドなら案内してくれ。こんにちは。黄金の時のキキキキキキキ基盤模型へようこそ。私はオーク兵、基盤模型つガイドを生成しています。さいさいさい。最寄りのチェックポイントを検出しました。もう私の背後のガチャ模型を再再あ。何がなんだか、ファミリーのおもちゃって当たり屋なのか。僕は何もしてないのに。教授、証人になってくれるよね。僕は何も見ていない。ガチャの模型だ。地面に操作で。やっぱりだ。この模型は内部構造まで本物の建物そっくりで、違うのは人が住んでないってことだけ。サンデーのやつ、こんなミニチュア模型を朝起きたらすぐ目に入る場所に置いてるなんて、ピノコニーの巨人にでもなったつもりか。上の階に飛んでいったかけらがある。ピンボールマシンを使ってあそこまでジャンプしないと。でもそう簡単にはいかないんだろうな。やっぱりここにあるのはピンボールマシンのだ。教授、また君の知恵を借りたい。大声で叫ばなくても聞こえてる。ピンボールマシンの模型は。ああ、これでようやく静かになるな。答えてみろ。マイナスだ。はっ。テスト。答えてみろ。0点。さようなら。パン。落ち着いて。月光を剣とす。
待ちなさい。人体は皆脆いがゆえに美しい。これだ。楽しい一人の時間というのはあっという間に過ぎ去ってしまうものだ。戻ってきたんだね。ありがとう教授。君も中に入って見てみた方がいい。本当に壮観だから今なら僕をひとひねりにできるだろうね。君が同意するなら今すぐ実行に移しても構わないが。これで全部集まった。楽勝楽勝。楽しいおもちゃの街の旅も終わりか。ちょっと名残惜しいな。ピノコにも悪いことばかりじゃないだろう。今回の面白い出来事はカードテーブルでの話のネタにしよう。君が生きて箱庭から出るのを見ると残念な気持ちになるな。もちろん。ま、君の計画を話してみろ。計画なんてないよ。ただ臨機応変に動くだけ。君は本当に誠意と、それ僕の誠意が足りないってこと？わざわざ強調することもないだろう。そして僕は彼のために殺人犯を捕まえる。なぜ彼にはできないと言い切れる？そもそもわざわざ理由なら単純なものさ。君が以前矛先を向けたのはあのあれは口実だよ教授。あの人は怪しかったから誰かに牽制してもらう。それに彼女が何者かを知る必要もあった。僕の子でも正直に言うと殺人事件と彼女は無関係だと思う。僕の見解見ていてくれ。ロビンの死をチップに自由と力を、この扉を通って勝利のチャンスが手に入るなら。このギャンブラーめ、何を根拠に自分が勝てる。チップ3枚で十分。オールオアナッシングだ。私の用意した謎はあなたには簡単すぎたようですね。カンパニーの使者。お世辞をどうも。あれだけの手間をかけてか。ええ、これは招待ではなく呼び出しですから。おそらく
あなたのそばにいる博学なご友人に。ああ、そのことは僕よりも君の方がよくわかってるはずだ。ええ、先日教授はアベンチュリンさんの後期。今あなたの人となりがよくわかりました。アベンチュリンさん、あなたは勤勉ですが、一つ聞かせてくれませんか。あなたの才覚が誤った方向に使われ、会うべきではない人物に顔色があんまり良くない。もし違うなら僕は君。私の理解が間違っていなければ、今の言葉ファミリーを激しく非難しているように聞こえたのですが。その理解で合ってるよ。腹の探り合いはやめて、妹さんのことについて話そう。彼女の才能は芸能界でも右に出る者がいないほどのものだ。さらに恐ろしいのは、彼女はもう歌うことができないということだ。今君の高貴な身分はかえって枷となり、犯人を捕らえて、でも心配することはない。アベンチュリンさんがそう思ってくださるのはとても光栄なことですが。ああ、今回のことで君が何かを失うことはない。僕はただ自分の奇跡の入った箱。その通り。奇跡。戦略投資部の貴重な資産、孫悟の指令の体験が収められた聖なる石で、それほど貴重な品なら。でも君も知ってるだろ、真実を明らかにするため。アベンチュリンさん、あなたは外にいるとき常に自分の身だしなみに気を使っていますか。もちろん。そうですか。ですが私は違います。私はいかなるリスクも犯さない。少しも相談の余地はないのかい。二度も断らせないでください。わかった。じゃあ謝礼金だけ返してくれればいい。思っていたより妥協するのが早かったですね。残念ながら商人よりもギャンブラーの方が。あなたがすっぱりと諦めたあの箱の中には一体何が入っているのですか。三つの干ばせを持つ魂、その熱き鉄を彼の舌と手のひらに押し当て、嘘偽りの誓いを口にできないようにしたまえ。何をした。調和の光の下ではいかなる罪悪も隠すことができません。祖に光を降臨させるよう願い、私が祖の代わりにあなたに質問していきます。僕が答えることを拒否したら。それでは調和があなたを拒絶するかどうか試してみましょう。質問。あなたは奇跡を持っていますか。ああ。簡潔な回答ですね。あなたも多くを語ることの危険性を理解しているようだ。あなたはピノコニーに来た時、奇跡をファミリーに渡しましたか。ああ。あなたがファミリーに渡した奇跡はあなたのものですか。ああ。今あなたの奇跡はこの部屋の中にありますか。ああ。あなたの記憶はいかなる形でも改変または削除されていないと誓えますか。これにはガーデン・オブ・リコレクションの技術を含みますが。そ、ああ。あなたはスガンニアのエビ金属ですか。ああ、で、そんなことまで知ってるのかい。エビ金人は自分や他人の思考を読み取ったり改変操作したりする能力を持っていますか。ないね。それが何か関係あるのかい。あなたは自分自身よりも家族を愛していますか。ああ。エビ金人は全員ある虐殺によって命を落としましたか。いや。あなたは一族で唯一の生き残りですか。多分ね。あなたはこの世界を憎み自分の手で滅ぼしたいと思っていますか。わからない。興味深い。では最後の質問です。
あなたは今砂金石が無傷でこの箱の中にあると誓えますか？答えは出たようですね。箱を開けてみてください、アベンチュリンさん。これはあなたの名誉を守る最後のチャンスです。探していたものですよ。約束通り来てくれましたね、博識な教授。これはこのドタバタ劇の中でファミリーの味方になるという。なぜ僕を引き入れられると思うんだ？聞いたところによると、あなたとアベンチュリンさんの関係は決して良好とは言い難い。それが分かっているなら、一人前の学者は自分の立場をわきまえ、つまらない尊厳のために大事なものを失ったりしないことも。もしあなたがファミリーに協力してくれるなら、性格に関する私たちの研究成果を全て差し上げましょう、ファミリー。言ってみろ、僕に何をしてほしいんだ？アベンチュリンさんの計画の全貌を教えていただきたい。君たちは彼の軌跡を取り上げたんだろう。羽を抜かれたクジャクは飛べないぞ。しかし戦略投資部の10名のエリートたちには強い団結力があり、カンパニーの利益のために手を取り合っていると聞いています。もう少し分かるように言ったらどうだ？アベンチュリンさんが差し出した奇跡は本当に彼のものなのでしょうか？彼が他人の奇跡を渡したんじゃないかと疑っているのか？銃の赤心の団結力を買いかぶりすぎな。ですが彼が狂ったギャンブラーであることはあなたも知っているでしょう。彼と同じ考えの奴がいるとは思わなかったな。まったく。君は一度箱を持ってきてくれ。奇跡が入っている箱は特別な作りをしていて、カンパニーの幹部や関係者でな。お願いします。残念ながら君の推測は正しかったようだ。金色の石ですか？クリフォトの生態の光。これは彼が君を欺くために用意した言い訳だな。銃の赤心は自分の意思で奇跡を掘り、そしてこの金色の石はトパーズのものだ。別名は黄玉、砂金石ではない。どうする？彼を問いただすか？まだその必要はありません。それよりも私は彼の軌跡が今どこにあるのかを知りたいですね。一番安全な場所、君が絶対に思いつかないような場所だ。そもそも彼は隠そうとはしていなかった。なるほど。このバッグ、命よりも大切な奇跡を安っぽい宝石の中に混ぜ、謝礼金と偽って預けるとは。そして後で何かしらの理由をこじつけ、君の注意をそらして謝礼金を取り戻そうとしている。
これは賭けだ。彼は一博識な教授、ご協力ありがとうございました。ならず者については相応の恥辱が与えられることを願いましょう。あなたに目の肥えたご友人がいたおかげで、あなたのキャリアに完全な失敗を付け加えることができました。礼しよ、この野郎。本性を表しましたね。ついでに言っておきますが、今のところあなたに残された時間はあと17システム時間です。もう少しはっきり言ったらどうだ。先ほど私があなたに施したのは調和の洗礼。あなたは神の光の下で忠誠を見せるべきでしたが、身勝手にも嘘をつ、これが調和？束縛と強制の上に成り立ってるのか？それは誤解です、アベンチュリンさん。刑罰とは不真面目な者のためにある。この17システム時間、あなたは無境から出ることも仲間と交流することもできません。あな成功すれば調和のハーモニーに溶け込み、ファミリーの一員になることができる。失敗すればエターナリオンの怒りを買い、果てしない深淵に落ちることになる。ですから先ほどは今のところと言ったのです。どっちにしても僕の末路は変わらないみたいだな。確かに私はファミリーに潜む悪を外部から見つけるための使用人を必要としています。そして私はその時が来たら、あなたの発見を私のものと照らし合わせます。私たち二人の判断が一致するか、あるいはあなたがより多くのものを提供することができれば。恥知らずな偽善者め、僕の全てを奪った上に真実を教えろだって？そんなの不公平だ。君たちの金の匂いが充満した遊園地じゃ、金がなければ何もできない。これはあなた個人の正義の行動、ファミリーの助けを借りるべきではありません。どうぞ、あなたのバッグはそこにあります。さ、行ってください。アベンチュリンさん、あなたは自由だ。つまりこの会合は取り調べでも何かの話し合いでもなく、ただの死刑だったってことか。まさか。アベンチュリンさん、私は本当に知りたいだけです。偶然彼女の、ああそうでした。行く前に一つ個人的な質問をさせてください。まだ何かあるのかい？あなたは本当にこの世界を自らの手で滅ぼしたいのですか？カカワン社、どこに行ってたの？怪我してるの？それを取り返しに行ってたんだよ、お姉ちゃん。あの人たちのところに行ったの？危ないじゃない！こんなネックレス食べれるわけでも飲めるわけでも、弟のあなたはいないとダメなの。もう二度とあのカティカ人。お姉ちゃん、そんなに怖がらなくても大丈夫だよ。勝つ？あいつらと賭けをしたんだよ。砂漠の2羽の鳥と僕、あいつらは僕がイカサマしたんじゃないかって疑ってたけど、あなたなら勝てるだろうね。あなたは昔から運がいいから。でもだからってカティカ人と張り合っていい理由にはならない。これはただのネックレスだけど、カカワーシャ、お姉ちゃんごめんなさい。もうこんなことしないよ。もちろんネックレスは大事だけど、私にとってはあなた、苦しみと貧困は地母神の試練。でも地母神は
あなたは地母神の祝福を受けた子供で、一族を幸福に導ける、うん、言うことを聞いて地母神に誓うの。わ、うん、かった。でもお姉ちゃん、もし三つの目を持つ地母神が、お父さんが龍砂に飲み込まれた時、どうして助けてくれなかったの？お母さんが僕たちの腕の中で冷たくなっていった時、地母神はどこに？お姉ちゃん、みんな僕のことを賢いって言うけど、僕たちは一体どれだけの過ちを犯して死ぬためだけに生まれてきた。申し訳ありません、アイリス家のファイルにはそのような役者の情報はないようです。想定の範囲内ね。もう少し聞かせ、ドリームプールの記録のことでしょうか？装置はリアルタイムで心拍数血中。申し訳ないのですが、ホテルにはその権限があります。ここじゃ何もわからないみたい。少なくとも次に誰に会えばいいかは分かった。アレイさん、いろいろありがとう。そういえばロビンさんは大丈夫？大丈夫？それはどういう意味でしょうか？ロビンさんがどうかされたんですか？ええ、きっとそうね。やっぱり誰もロビンさんのことを知らないみたい。でもそのホタルって子も謎めいてるわよね。ホテル、彼女は遺産争奪戦の参加者なのに。ホテルの客室にあるドリームプールの他に夢の中に入る方法ってあるのかな？メモキーパーは常人には理解できない能力を持ってるから。そして性格ハンターのハッカーは信じられない方法で無境ホテルのガーデンオブリコレクションに性格ハンター。君たち一体何者だ？ブラボー作戦チーム指定の位置に到着。武力避難作戦実行準備よし。武力避難リーダー、お前に何が分かる？この方が効率的。そんな勘弁してください。僕の年末書。ねえ、あれ見て、今の声ってベロブルグにいたカンパニー。宿泊客の皆様、スターピースカンパニーがホテルで特別業務を行うことになる。痛い思いをしてもすぐ忘れるんだから、仕事中に飲んじゃダメだって言ったでしょ。君たち今すぐ彼を部屋まで引きずって行って、後で会議を開くからね。自己報告。トパーズ、まさかピノコニーで会えるなんて。久しぶりだね、請求列車のみんな。君たちのことはアベンチュリンから聞いて。大丈夫、彼らの言う通りにして。できるだけ。はあ、見ての通り、ピノコに招待状を持ったアベンチュリンだけがパーティーへの参加を認められて、私たちどう？だからアベンチュリンさんはあちこちで協力者を探して。うん、彼の状況はあまり芳しくないって聞いてる。そういえば、ありがとうトパーズさん、ちょうどハウンドたちに。それならちょうど私の後をつけてきてる人たちがいるから。アベンチュリンと取引してみてどうだった？あの人はああいうスタイルなの。オールオアナッシングが口癖。でもアベンチュリンは本当に運がいいんだよ。手がけた案件はほとんど成功し、二つの事件については、残念だけど。俺たちは長官からの命令を実行してるんだ。お前何の用だ？私たちは前にミスを犯したからな。その穴埋めをするのに手一杯で。なるほど。あの時ホタルを追い、なんでお前が、また用があるなら早く言え。あんたたち知り合いだったんだ。
そうそう、うちらファミリーのために殺人事件を調査してるんだ。それは…こら、保安官がドリームボーダーから戻ってくるまで。何が殺人事件だ。そうだ、話すことなんかない。協力する気はないみたいね。でも上司が…なら直接その保安官に会いに行けばいいんじゃない。重な警備、きっとあいつらも事件のことで大変なんだろうね。ギャラゴどこにいるんだろう。なりひで、クローディアさん。おい、そこの二人、この先では今ハウンド家が調査を行ってる。ちょっと待て、灰色の髪のお前。あんたピノコニーでどんだけトラブル起こしてるの？それ、自分で似てると思ってる？いやいやいや、本気で言ってる？間違いない！この前のやつだ！努力だの、友情だの、今回は何があっても見逃さないぞ。帰ってくれ。あんた、この人に一体どんな…ちょっと待って。その…私たちはファミリーが発行した書類を預かってるの。そのギャラガーってのは一体誰だ。もう何人もその名前を口にしているが。ギャラガーがあんたたちを派遣したんじゃないの。俺たちは保安官に派遣されてきたんだ。だからそれで合ってるじゃん。ダメだ、ファミリーの名誉に関わることだから。さあ帰ってくれ。わざわざお互いを困らせる必要もないだろう。迷惑をかけてごめんなさい。行きましょう。他の方法を考えた方がいいわ。他の方法…そうだ、あんたこの前はもう一回やってくれない。誤解を解くだけだから悪いことじゃないって、お願い。ファミリーの名誉に関わることだから、分かったら帰ってくれ。さて、今は何時だ？何？もう定時か！任務終了だ！誰も俺の邪魔を。あんたのクロックトリックって。少なくとも彼が私たちを止めることはなさそうね。やけに騒がしいと思ったらあんたらだったか。ようこそ。こんなところまで来てどう。こんにちは、ギャラガーさん。その口ぶりからして。ヒメコさん、そう気を使わないでくれ。私の名前まで知ってるの。ああ、知らないわけないだろう。あんたらは有名。俺は黄金の時で一度そいつに会ってる。確かあの子のことは本当に残念だった。それも私たちがあんたに会いに来た理由よ。列車としても。まさか七死人がファミリーとつるんでるとは。ファミリーがどうかしたの。いや、なんでもない。気にし、どんなに美しい夢に抵抗しようが、その時が来れば名残惜しくなる。何かをほのめかすような言い方ね。まさか、そんなつもりはないさ。事件について話したいんだろう。 OK。あんなに恐ろしい事件が起きたというのに、この調和のファミリーを除いてここまで巨大な建築物を維持で。ファミリー自体も巨大で、ファミリーのメンバーたちは自分を身体のピースの一つだと考えている。面白い例え方だ。それこそが。だが人間の体には終わりがある。巡回レンジャーの言葉とは思えないな。事実を指摘しているだけだ、ベルトさんなら。どうしてそんなことを言うんだ。
美しい夢は崩れつつある。しかしそれは特定のアイオンや派閥、何の代償も苦痛もない安楽と快楽だけの無境に精神を浸らせていると、しかもその絵師は伝播していく。最後は人々が自由のために作った。今回の旅ではかなりの収穫があったんだろう。もちろん、まあ私が覚えていることが前提条件になるが、ただの癖だから気にしないでくれ。過去にあった出来事のせいで。なるほど、君の好きにするといい。これで十分だ。ピノコニーで起きたことは全て黎明の時、そこには無境の基盤を加工する。無境の華やかさの裏には創造の工場がある。だが彼らはそれで十分だと言っている。私はそこで一人の少女に出会った。彼女は成人したが、ある理由によって彼女の願いを叶えることは難。緊迫の時、そこはああ、緊迫の時は要塞のような金融街で無境の経済の心臓だ。あそこでは誰もが立派な装いをしていて、他人と話をしようとする人には出会わなかったな。だから私、その金庫を彼らが再び開けるかどうかはわからない。ブルーの時はとてもロマンチックだと聞いたことがある。ベルトさんも聞いたことがあるかもしれないが、あそこはトワイライト号。私はそこで何年も前に去った夫。湿った海風に吹かれながら彼女は自分の青春について語ってくれた。やがて小舟で沖に出て話を続けようと提案され、私は結局、私たちはそのまま砂浜にも。流行、贅沢、消費主義の無境なら夢を実現するため、あるいはすでに夢を。私はそこで自分自身を競売品にしている一人のオムニックに出会った。そのオムニックは合計12回競り落とされ、そしてそのオークションで、これが私のこの旅の浅い見聞だ。以前ある人に言われたことがある。ピノコニーは昔はこう。私は宴の星の現実と無境を歩き、何度も明ける闇夜を見た。人々のために時が止まり、だから美しい夢の崩壊は必然だと思う。もしかしたらその全てを変える方法があるかもしれない。そうかもしれないな。だがもしこれが人々の望む世界であり、生命体が眠りにつく理由なのだとしたら、ヨミさん、今度は俺が話をしよう。俺の故郷に一人の男がいてな、世界が癒えない傷に苦しんでいた時、彼はある決断を下した。世界中の人々の夢を紡ぎ、それらの夢を互いにつなげ合わせ、自ら背負うことで一人の巨人、精神のアダムを作り出したんだ。その後その巨人は天と地の間に立ち、世界全体の存続の柱となった。だがその代償として、前に進むことが難しい人、前に進めない人は永遠に未来を失うことになってしまった。彼らは災いも苦痛もない夢の中で眠り、男が創造した理想郷で安らかな生涯を送った。そして精神のアダムは、人々の目覚めたくないという願望によって不滅の存在となった。だが今あなたはここに立っている。つまりその男は失敗したということだ。人は常に未来に向かって進み続けなければならない。
人間の弱さが人々の歩みを止めることもあるかもしれないが、本当に前に進めなくなった時、人間は必ず自分自身を救おうとする。そしてその男も決して失敗したわけじゃない。彼は神話における太陽を追うものだ。天に向かって飛び落ち、彼は太陽の前にたどり着くためだけに空高く登っていった。そこは誰も到達したことのない場所だ。太陽に無数の人々が彼の体を越え、より高い空へと飛び立っていく。七死人の開拓の精神にふさわしいな。ありがとう、ベルトさん。おかげで、あなたが何を確認したいのかが分かった。宇宙には、似て非なる世界が無数に存在している。そして、私も旅をしているとき、異なる世界で姿の似た旧友に出会い、彼らの運命が既視感のある軌跡をたどっていくところを見たことがある。完全に同じではないが、あなたが描いた物語は私の過去と重なるものがある。私はその男の命を終わらせた。私はあなたの知っている人ではない。故郷もあなたたちの世界のように。それは残念だ。いや、あなたの疑念を晴らせるならそれで構わない。だがそれでも聞かせてほしい。ヨミさん、純種の表彰の下で君を導いてきたのは。ベルトさん、その質問に答える前にさっきの話を続けてもいいか。あなたの比喩が気に入った。確かに鳥は生まれつき飛ぶことができるが、遠い昔、彼らの祖先は地上から空を見上げることしかできなかった。彼らは遥か遠く、天の外から届く光が雲を貫き大地を照らす様を見ていた。そして鳥たちは何度も何度も。では、そうして最後の鳥がついに空に舞い上がった時、光の果てにあるのが太陽ではなく光を吸い込むブラックホールだったことに気づいたとしたら、なぜ私たちは光に向かって飛ぶのだろうか。久しぶりだな。ピノコニーを楽しんでるか、ヨミ。この声はさっきのコンスタンスじゃないわね。あんたが何者で何を企んでるかは知んねえけど、俺の弾丸はすぐにあんたを見つけ出す。その前にピノコニーで看護系を見つけて、店主に質のいい偽物。なるほど、彼女はヨミを追っている他の誰かに。あなたは誰？ああ、相手を間違えたか。ホーリーベイビー、あんたは誰だ？私はガーデンオブリコレクションのメモキーパーよ。おお、すげえじゃん。俺そういう強いタイプ好きなんだよな。何を言っているのかよくわからないけど遺言状を書いてほしいのか。いいぜ。遺言状なんかじゃないわ。彼女が一体、彼女は純種の運命を歩んでなんかいない。あなたこそオーケー。まさか味方だったとはな。もうすぐピノコニーに着く。メモキーパー、アステナのホワイトオークを買って温めといてくれ。あの女の過去、んなもん誰も知らねえよ。
だがあんたが単純な答えだけ求めてるってんならいいだろう。クッションになる椅子を用意しといてくれ。あのヨミって女はな、存在するはずのない指令だ。顔色が悪いな。それともそれも君の演技か。よくまた僕の前に顔を出せたね。これこそが君の望む結果だと思っていたんだが、もうダメだと思った時は僕に声をかけてくれ。凡人院の天才が僕の遺体を引き取る。戦略投資部の連中も君の訃報を真っ先に受け取りたいと思っているはずだ。わかった。じゃあ今すぐ報告を入れて。またそんな大口を。調和にとらわれて。サンデーとの会話で僕はファミリーの中に裏切り者がいると確信した。ピノコ謝礼金も取り戻せたし、ホテルレバリーに足を踏み入れてから。自分の惨状を復唱しているようにしか聞こえないな。僕に言えることはこれだけだ。忘れたのかい。君は僕を一度裏切ってるんだよ。自分の行くべき場所に行くといい。僕はカンパ。ああ、だがどうするつもりだ。さあそれはどうだろう。まあ君は完全に狂っている。狂ってるか。もういい、これを持っていけ。死ぬ直前にそれを開けるんだ。これはなんだ、処方箋か。君はドラマ性ってやつをよく理解してるみたいだね、今日。人に事件を調べさせておいて手がかり一つくれない。でもあの密航者のために落ち着きを失っている君たちの様子。するために。わあ、綺麗な宝石。それは美しい夢の中で。あなた優しいのね。そういうことなら受け取っておくわ。うん、きっと行くよ。ところでついでに教え。し、それは。実は僕はタブロイド紙の記者で、今はピノコニーの階段に。ただの噂でよければ。死とは関係ないけど、現実のホテルではお客さんが原因不明の昏睡だったみたいだけど、幸い最後は意識を取り戻したんだって。ありがとう、今の話で十分だよ。眠ったまま起きなくなった。頭の中に何かあるような感じがする。調和の影響が出始めてるのか。やれやれ、世の中。お前さんは。ああ、わかったぞ。お前さんたち若者は朝から晩まで木を照ら。面白いシーンならもうすぐ始まるよ、おじいさん。これはこれは、また死を恐れない死。そんなテーマはとっくに廃れている。ひどい出来で目がたくさんある怪物に腹を刺。それだけ？他に何があるというんだ。ピノコニーの映画産業の実力に。そうだね、邪魔してごめん。目がたくさんある怪物、あの記憶行きミームに似てるけど、頭の中の声が強くなってる。だんだん近づいてるみたいだな。酔っ払えば夢を見なくなるが、悩みが消え。お？
それとも俺を憐れんでるのか。まあスラーダは飲みすぎない方がいい。おっとお前の言う通りだ。スラーダの悪魔いいぞ。あいつらが言うにはそれは酔っ払いの前にあら確かに面白い。ファミリーに入る前はみんなこうして苦しめられたのか。僕の脳を証拠として送りたくなるな。安全にはご注意ください。何か危険なことがありましたら。あなたは体調が優れないようですね。いや大丈夫、まだやるべき。わかりました、無理はしないでくださいね。ああ実は聞きたいことがあるんだけど。密航者、ピノコニーに密航者なんているはずな。そっか、わかった。じゃあやっぱりファミリーはカンパニーに何も惜しい。私と話がしたいんですか。構い、お金を持っている人ほど夢の中で豪遊するものですが、あなたも体を覆う金箔を分け与える王子になって陽光炉王子だなんてそれは持ち上げすぎだよ。あら、あなたも好奇心旺盛なんですね。その局長は何て言って君を説得したんだい。理由は大したものじゃなくて、ただよく考えてみたらそれも一理あるかと思いまして。それは何とも不思議な話だね。僕に何か用？ごめん。で、これは僕へのプレゼント？大した金額でもない。本当に？まさか僕が他の人からプレゼントを。落ち着いて。実はやっぱりか。何？え？どっちでもないけど、僕が聞きたいのは。へえ、君も僕の父さんと同じことを言うんだ。父さんはオムニックだから。夢に入る方法が有機生命体とは違うんだ。そのもっと楽観的になっ。スラーダの悪魔、夢の中の危険、悪夢の幽霊、やっぱりファミリーが約束した美しい夢の中では死が。花火が言ったことを覚えてる？君たちツガンニア人はマンホールの中にいるのがお似合いだって。あちこちこそこそ嗅ぎ回ってるみたいだけど、そんなに死の匂いが魅力的なの？クジャクちゃん君か。ロビンが死んだ後テレビに現れた代役は君だってことにもっと早く気づくべきだったよ、仮面の愚者。君、ファミリーに呪いをかけられたんでしょ？はあ、あんなあからさまのヒントをあげたのにな。口の聞けない人を仲間にしてみたら、その結果はどう？君は失敗したどころか自分を犠牲にすることになった。確かに口の聞けない人を仲間にするようにとは言ったけど、君自身が率先して口の聞けない人になれなんて言ってないのに。どういう意味だい？花火より君の方がよく分かってるんじゃない？歌えない小鳥が目の前で死んでいくのを黙って見てたのは誰？もちろん君だよね、クジャクちゃん。僕が聞いてるのは口の聞けない人になるの意味なんだけど。分かってて聞いてるでしょう。もうすぐ君も彼女と同じように永遠に口を聞けなくなるってことだよ。でもまあ花火としてはそれも悪いことじゃないんだけどね。
だって僕が真実に触れようとしてるからだろ。ふーん、愚者、僕がこんなチャチなバッグを持って街中で安っぽい宝石を配ってたのはなんで、全部君に見せるためさ。僕がうろたえればうろたえるほど君を釣れる可能性が上がる。ずっと君を待ってたんだ。こんなに頑張ったんだから、ご褒美として答えを教えてくれてもいいんじゃないか。なんで花火が君を助けないといけないの？君はピノコニーを大混乱に陥らせたいんだろう。僕にはそれができる。ただ一つだけ確かめたいことがあるんだ。あの時君が僕に言った口を聞けない人っていうのは本当にロビンのことだったのか？もしいいやって言ったら？ありがとう。その言葉がこんなに親切に聞こえたのは初めてだ。なるほどね。花火君を見くびってたみたい。でもそれがどうしたっていうの？教えてあげる。口の聞けない人って定義に当てはまる人はもともと二人いたの。でもロビンは死んじゃって、もう一人はまだピノコニーにいるけど、多分もう君には見つけられないだろうね。愚者、今なら確信を持って言える。僕は最初から正しい道を進んでた。ちっとも間違ってなかったってね。今の僕に足りないものは二つだけ。一つは真実の裏にある意味、もう一つはそれを明らかそっかそっか、よかった。また花火の大好きな向上っぷりを見せてくれる気になったんだね。いや、これまでに見つけた様々な痕跡からそれが確実に存在することは証明できてる。それで十分だ。今挙げた2つの問題の答えについては17、あ、いや16システム時間あれば全てを明らかにできるだろう。16システム時間？本当に足りるの？それならもう少し君を焚きつけてあげようかな。はい、これあげる。これは花火のコレクションの相互保証破滅ボタン。花火も同じのを持ってるんだ。もし君が本当にカンパニーをピノコニーに引き入れたくて我慢できなくなったら、ゲームテーブルそのものをひっくり返すのも一つの手だよ。最初からやり直せばいいんだから。カンパニーってそういうの得意でしょ。だからどうしようもなくなった時はそれを押して。もちろん花火に連絡してくれてもいいけどね。花火の最後の気遣いだと思って。そんなに危険なのか。ファミリーは君の言葉を真に受けなかったんだね。そうじゃなければ君は花火にはそれができるってことだけ知ってればいいの。残念だけど君の提案は断らせてもらう。君のおもちゃが本当に役に立つかどうかわからないし、僕は君の言う口の聞けない友人を探しに行くつもりもないからね。後のことは自分でどうにかする。ファミリーの崩壊を祝うためのショーを用意するんだ。クライマックスでは高い壁が崩れ落ち、人々が目覚め、口の聞けない人も再び声を発することに。その時が来たらボタンを押して盛大な花火で盛り上げてくれ。それじゃあまたね、愚者。この後に及んでまだそんな大口を叩けるなんて。でも約束だよ。絶対花火をがっかりさせないでよね。戻ったか、35番。商品コードもお守りになるのか、
黙れ。発言を許可した覚えはないぞ。ツガンニアのハイエナめ。あの黒いスーツの連中は多くを語らなかったからな。だが俺はお前が幸運だと思って買い取る。お前への最初の命令は至ってシンプルだ。そいつらとゲームをしろ。狂ってるな。はっ、ただの検品だ。購入費用が無駄になるのが怖くないのか。金なら有り余ってるからな、金髪小僧。だがお前は見た目が悪くない。いくら使った？ああ、僕の価格さ。一体いくらで僕を買ったんだ？ふん、知りたいか。ええだろう、知りたいなら教えて。あん、60の半分、30。もし僕が生きて戻れたら、それを僕にくれ。ははは、俺と賭けをしたいだと？だが悪いな、それはできねえ相談だ。お前はただのチップ。他人に握られてオールオアナッシング。ギャラガー、あんたが来るなんて珍しいね。ちょっと友人が訪ねてきてな。今少し時間あるか、シボン？私なら一日中暇してたよ。メニューには何でも載ってるけど、スラーダはないんだ。ここではあんなつまらない飲み物、何が飲みたい？すぐに用意するよ。見て、かっこいいお姉さん。セーバルと同じタイプ。セーバルって誰？ぜひとも紹介。あ、聞こえてた。あんまりそいつらをからかわないでくれ、シボン。お前の手王は年を取ったから少しはリハビリしないと。かつてのなりわいを忘れちまい。それなら全部カウンターの下にあるよ。せっかく遠く。ああ、そのつもりだ。お前らちょっと手伝ってくれないか。事件の話をするなら長くなるだろうから。バーの中？使える材料？ここは無教だよ、可愛いお嬢さん。あんたが望めば。うちのこと可愛いお嬢さんって言ってくれた。現実世界でもカクテルはただの酒と食材の融合じゃない。そうすることでお客さんと一緒に。つまり何が飲めるかは運次第ってことだ。これはカクテルに使えるかな。何か出して交換しろってこと。見て、このボトル、すっごい綺麗な液体が入ってるよ。半琥珀期前？こんなの人に飲ませたら。そう言ってはいたけど。私のコレクションのシロップが気に入ったの？大丈夫、ここは夢の中だから。じゃあとりあえず。これはカクテルに使え。何か出してこう。わあ、メモの文字が変わ。貨幣で作られた階段もまたこう。結構集まったね。これで足りるかな。どいて、死亡に用があるの。アミーチ、言わなかったっけ？バーナイトメアが歓迎するのは心からの。でもあなたには才能がある。きっとみんなの注目を浴びれるわ。一緒に行きましょう。私たちならきっとピノコにいて最も。見ての通り、今はお客さん。わかった、首を縦に振らないなら私もどこにも行かないわ。ちょっと待ってなさい。どうしよう、あの人にカウンターを占領されたら。さっき使ったクロックと。時間がないの。
任せたからね。あなたがシボーンのお客さんね。何かよ。一体どうして？おかしいと思うでしょ。私は臆病で弱虫で、あなたはシボーンの過去を知らないでしょう。わかってるわ。シボーンは まだいなくなりそうにない。もう一回やってみるしかないかも。一体どうして？全部アイリス家のせいよ。アイリス家の人たちがシボンを追い詰めたから。わかったかも。私なら彼女のために道を用意してあげられる。この一体どう。見えた。私と観客たちは拍手していて、この光景は何度も見てきた。ねえ、乾杯しない？聞き上手。あなたと話してたら、もしかしたら、これは飲み物だよ。アミーチは帰ったの？これが彼女のためでもあるんだよね。準備ができたら、ギャラガーのところに行きなさい。あれこれ言ったが、カクテル作りはお前が思うほど複雑じゃない。バーの中を見て回って。へえ、早いじゃないか。面白いものを持ってきたな。それぞれの飲み物には独特のフレーバーがあって、普通はベースとなる材料から第一。ピノコ二重を探しても、これベースを選んだら次は副材料だな。こいつはベースと不思議な化学反応。この味は激しいわけじゃないが、いつもあの服を着た獣たちにミハイルがやられた後。ミハイル？これでいいな。次は飾りを選んでくれ。宇宙企業のお気に入りか。よし、完成だ。この早すぎる埋葬でお前に敬意を示そう。無双か。止まった時間に乾杯。やるじゃない、ギャラガー。腕はなまってないみたいだね。お前ら満足してもらえたか。この味、スラーダより豊かな味わいで何重にも広がっていく。これが何を意味するのかはわからないけど。残念だが、もし深い答えを期待、それの持つイメージはとてもシンプルだ。この本当の味って、そのみ、そうだ、どっかで聞いた名前だと思ったら、あんたがあの仮面の愚者の女の子に気絶させられた。いろいろ知ってるみたいだな。やっぱり俺さ、事件について話そう。結論から言おう。ファミリーが持っている手がかりによれば、俺も彼女に騙された。本当に年を取ったもんだな。ところが結果は悪い知らせが一つ。その子は忽然と姿を消したんだ。え、それってつまり。いや、それはありえない。問題は彼女が死んだことじゃなく、はっきり言うが、彼女の状況は、お前らは愚か。初めて。それはつまり。見られた以上、もう隠す必要もないな。この程度のことで、ファミリーに疑いをかけるのは単純すぎる。夢の、本当にこの事件について詳しく調べたいなら。そこで、さっきのミハイルの話につながるのね。鋭いな。
請求列車もあのオルゴール。夢の中で不可能を見届け、ピノコニーの父。一文字も間違ってないな。ちょっと何笑って、まさかあんたが書いたの？なかなか文才あるんだね。俺は事件を捜査してる保安官だぞ。知らないわけがないだろう。お前らだってこのメッセージがファ…まだ推測の域を出ないけど、正直ピノコニーの父が実質…そうか、なら教えてやろう。ファミリーはずっと前から時計屋を敵視していたが、彼はそこでさらに聞きたい。時計屋は外の世界にそういう冗談めいた情報を流して…あんたたちはこの機会を利用して時計屋の尻尾をつかもうとしてるの？今ならなぜ大奥家が七死人の調査の協力を依頼しておきながらあんたらにいろいろと隠し事をしていたのかもわかるだろう。それは時計屋は夢の地の伝説なんかじゃなく、ピノコニーの分家史上最大の汚点であり。まだわからないか？俺が言いたいのはミハエル、ファミリーの裏切り者。彼こそが有名な時計屋なんだ。ほら、クラークフィルムランド。時計屋の話をするんじゃなかったの？資料室見た。町の文化ってのは歴史において最も信憑性のピノコニーが昔カンパニーの監獄生だったことは知ってるだろう。そして長期的に高濃度の奥室にさらされ、だが何事にも代償はある。彼こそがブラザーハヌだ。歴史とは常に勝者によって書かれるものだが、芸術的な編纂、このキャラクターたちは美しき夢の街の。この辺りはハウンド家の人がたくさんいるんだね。封鎖命令が出たばかりだからな。あのサンデーが直々に下したらしいが、一体何をするつもりなのか。ほう、随分と大掛かりだな。容疑者を追うとき。いや、中は人が多いから外で話した方がいい。さあ、静かな場所を探して話し、ここにするか。見晴らしが良くてクロックボーイ。そのアニメキャラたちが現実世界にもいるのなら、あのクロックボーイ、彼はブラザーハヌの仲間で、美しき夢の街の初期メンバーの。それは壮大な独立戦争だった。仮面の愚者、七死人、虚構歴史学者、当然その中には後の時計屋も。でもそうなると時計屋は何百年。わからない。俺がミハエルと知り合った時。保安官さんって何歳なの？13歳。どう見ても無理があると思うけど。ハヌヌは辺境の監獄を解放したが、平和を見ることなく去ってしまった。乏しい。だが歴史上の時計屋が。だから彼はピノコニーの父とよ。でもさっきの説明で時計屋はファミリーの裏切り者だって言ってたよね。俺は彼の仲間じゃない。数多くいる。だが確かに俺も裏切り者ではあるな。何をしたの？俺は何もしていない。それこそが最大の裏切りなんだ。かつての俺にはあんたらと同じようにセナ。ミハエルは年を取ってたから、もう自分の子供を守ることができなかった。奴らは対外的には時計屋の名声を讃え続けていたが、それでも俺たちは彼の名誉を取り戻したいと願っていた。だが俺たちは負けた。長い時間が経ち、ユンファミリーは再び俺を受け入れ、保安官の仕事を与えてくれた。彼は誰にも気づかれない、誰にも見つからない場所で死んだらしい。とても気の毒な話だと思うけど、ことはそれほど単純ではないんでしょ？どうやら時計屋の名を継ぎ、ひそかに。そうとも取れるが、時計屋の名を継いだのは一人だけのはずだ。残念ながらこれだけの年月が経っても俺はまだそれが誰な。これで分かったか？なんで俺が
ここまでお前らに話したか。俺たちが探している答えはそこにある。それが本当にミハイルの幽霊の仕業なら、ちょっと会ってみたい気もする。さて、俺の知ってることは全部話した。うん、スタジオの方で何かあったみたいだな。皮肉なもんだな。今ピノコニーから門前払いを食らってる密航者たちと。ギャラガーってやっぱりいろんな件。ホタルの行方は謎のままだけど、彼の話を聞いて多くの疑問が解けたわ。ええ、ギャラガーは本当の裏切り者は他にいると言って、それもこれまでに集めた情報と辻褄が合うわね。あんた本当にクロックボーイが好き。そういえば、あんたにしか見えないっていうクロックボーイも気になる。今回の調査でこれまでに立てた推測を検証でき。心配してるのか。いや、ただの業務連絡だ。向こうで何か進んで、このまま進むと朝露の館の奥に入っていくな。これまでの道のりは順調だった。まずは話を聞ける人を見つけよう。ほとばしる過去の年数。これほど立派な屋敷なのに、この扉は開いているようだ。待て。シロ、自分の気配を少し薄めた。これで見つかりにくくなった。なるほど、面白い技だな。過去の伝説。あの箱庭の模型は黄金の時だな。当主たちはこの模型を使って、ここの足跡は他の場所と違って二つあるな。少し前に外から来た人がここを通ったのかもしれない。足跡の主が誰か特定できるか。うん、独特で、はおそらくあのスターピースアベンチュリー。二つの足跡は前後ではなく、ほぼ横。カンパニーはピノコニーを取り戻そうとしている。ほとばしる過去の伝説。人の気配はないが、ここに多くのミームを配置して巡回させているようだな。償いたまえ。すべてあげる。立ちなさい。さようなら。涙雨。クリティアフロー。落ち着いて。すべてが消える。はっ。一緒に。モンスターの体から何か落ちたぞ。これはメモ。朝露の館の使用人たちは他の市多くの人手を必要とする作業かもしれない。だが理屈で言えば、つまり誰かが意図的にか。ああ、ただ発目してまとう。
ここにも誰もいないな。誰もいないなら勝手にさせてもらおう。できるだけ私に近づいてくれ。列車のみんながピノコニーに到着した直後、サンデーさんはロビンさんを連れて。ロビンは昭和が何らかの干渉を受け、それはつまりファミリーの中に裏切り者がいるとしたら、それもサンデーさんが裏切り者を捕まえられずにいる理由かもしれないな。この公園水は厳重に保管されているな。ロビンさんはインタビューで、どれほど華やかなステージに立とうとも自分彼らの関係は、人は成長の過程で多くを得る。ああ、時は全てを。ロビン、ホタル、そして他の死者の情報。どうやら噂は正しかったようだ。死は無作為に被害者を選んでいる。そしてサンデーさんのコメントを見るに、彼は死。彼はただ、それが二つ。ピノコニーの夢の主も、このオーディさんも、最近のサンデ、彼らは死をあまり気にしていない。他の当主は死を大した問題だとは思ってないんだろう。サンデーは容疑者についてかなり詳しく、どれもファミリー内部の人間のようだな。この特徴は何か気づいたのか。いや、何でもない。きっと私の考えすぎだ。サンデーさんが今回の事件を重要視しているのは、ここまでにしよう。他に注意すべきものはないようだ。門を入るまではファミリーを相手にすることになると思って。気をつけろ、誰か来た。
許可なく立ち入り禁止の場所に入り込むとは、客人にふさわしい振る舞いではありませんね、ベルトさん。そして巡回レンジャーのヨミさん。すまないサンデーさん、声をかけられる人が見つからなかったから。たとえ出迎えがなかったとしても、普通は主人が来るまで待つべきではないでしょうか。そちらの巡回レンジャーはともかく、私の知る限り請求列車は正式にファミ…俺たちがここに来たのは調査で何か見落としているものがないか。いいでしょう。オフ…大丈夫だ。彼は私…真実は未だ明らかになっていませんが、私たちは…俺も早く正義が明らかになればいいと思っているが、個人的にサンデーさんに教えても…率直に言うが、調和セレモニーの開催直前に混乱を引き起こすことは、他の当主もあなたと同じような疑念を抱いていました。しかし私、むしろベルトさんの疑念をそのままお返しします。私から見ればアベンチュリンさんを警戒すべきな…アベンチュリンさんは商人であって慈善家ではありません。ですがファミリーは今でも人々の安全を守るため全力を尽くしていますが、不測の事態を防ぐために。ビルポインターホットラインによると、恐ろしいエイジハゾアベンチュリン事件に、この詐欺事件はスターピースカンパニーと博識学会の複数のセクション。本事件の容疑者はズガンニア4出身、かつ第二次戦略投資部責任者ダイヤモンドの指示のもと。本当に綺麗な目ね。教えて、それは夜になると光ったりするの？もしそうならとっくに売り払っあなたの目が永遠に閉じられることをどれだけ多くの人が望ん、あなたを弁護する度胸のある弁護士はいないわ。それは別に難しいことじゃないけど。自分の弁舌によっぽど自信があるのね。僕は望みを叶えてあげただけ。君たちは運が良ければカンパニーはエイジハゾの鉱山の中からあらゆるものを掘り出せた。だその点は否定しないわ。でもレディ、僕は自分の欲しいものをとっくに手に入れてるなら僕の命だ。君が僕…それであなたの望みは？君たちのラーナに会わせてもらいたい。その後は？金が欲しい。そんな簡単な話じゃないでしょう。そんな簡単な話さ。三重タガンバ、その金さえあれば僕は君より高い地位に上り詰め。面白いじゃない。でも残念、ダイヤモンドはあなたに会いに来ないあなたは間違っている。三重タガンバドカカワーシャ、いい名前ね。さあ、自分の好きな服と肩書きを選んで、あなたの計略がいつまでも露見しないことを祈ってるわ。命ってのは長い投資みたいなものだ。一生正しい決断だけをするなんて不可能だけど、地母神が僕を守ってくれているから。それならでもその後は、この難関を突破した後、今度は何が待ってるんだろう。一回また一回と成功した後、全てを失うのか。もう答えは分かってるだろう、怪しいギャンブラー。どういうことだ。僕は夢を見てるのか。多分その両方だろうね。もう僕のことを忘れたのかい。イーマニカの軍閥に電気椅子にもういい。僕は狂ってるのかもしれないけどバカじゃない。僕の頭から出ていけ、調和の新生児調和バカ言わないでくれ。
僕たちは別に初めて会った。僕は君で、君よりも自分のこと、君が望んでいることをよく知ってる。君は死にかけてるんだ。そして死を前にしてもなお不運な盛大なショーなんて本当に自分にできると思ってるのかい？どういう意味だ？君は全ての人を騙せるかもしれないけど、自分自身だけは騙せない。僕が証明してあげる。君が完全に消えるまで歩きながら言う。君は一体何者なんだ？この世界の大半の人たちはある一つの結果にたどり着くためだけに生きている。カカワーシャ、僕は君の未来だよ。最初は幻聴、今度は幻覚か。本当にすごいな。次は僕が調和の司令に昇格するのかな。ピピシ人が一人いるだけ。いや違う、子供か。確か黄金の時は未成年者の入場を禁じていたはずだけど。どうしたのお兄さん、気分が悪いみたいだけど。そのありえない。君綺麗でしょ。お姉ちゃんはこれはマザーフェンゴからのプレゼントなんだって言ってた。あ、お兄さんも綺麗な目をしてるね。君は一人なのか？お父さんとお母さんはこの遊園地にいるよ。先に入っちゃったからこれから探しに行く。僕もう行かないと。じゃあねお兄さん。あの目、それにマザーフェンゴ、いやありえない。もう宇宙にエビキン人はいないんだから。お父さん、お母さん、待っててね。そこが見えない。まるでピノコニーみたい。なんでまだいるんだ？もう分かってるはずだ。ファミリーが救いを求める家族全員に。でもみんなそんなことは考えない。スイートドリームシロップの味はとて。だから君はホテルに入るなり気取った帽子を取ってあちこちで助けを求め始めた。君の話と比べればレイシオのアティニークジャクの。僕が本心を語ることなんかめったにないって知ってるだろ。ちょうどあの教授に言及したから言うけど、僕は君と彼の教授全ての人がそう思っている時図星だったみたいだね。君はそういう人だ。慎重で自分を過小評価。みんな君がゲームで大金をかけるところしか見ていない。大したものだよ。パブから招待があったのもうなずける。君は生まれながらの名誉。人前でボロを出さないようにするには先に自分を騙すのが一番なんだよ。もちろん分かってると。僕は君のことをよく知ってるからね。孫悟のためか。そうは思えないな。君なら知ってると思ったけど、僕のことよく理解してるんだろう。もういい、今すぐ黙るか。はいはい。でも今から消えるのは一体誰だろうね。とにかく僕じゃない。僕かくれんぼが一番得意なんだ。
かくれんぼか。母さんと別れた日、どれだけのカティカ人が君を狼のように追いかけて、かけてもいい。君は彼らのけたたましい笑い声を忘れられない。あの服はダメになんかなってない。あれはただのボロ布だ。今の君は隠れる必要がないどころか。僕は最初から変わってない。いや、君は変わった。今の君は、あの子はこの中にいるのかな。どうしてここに。あっ、おや、彼女の奇跡が君を苦しめてるのかい。僕はただどうしてそれがここにあるのか気になっただけだ。あの羽頭が君を嘲笑うために置いたのかもしれない。奇跡の色はクリフォトの生体の光と同じ。よくこんな馬鹿げた言い訳を思いついたものだ。これはただの餌だよ。ああ、だから君はレイ師匠の裏切りを計画の鍵の一つにした。そもそも彼は演技あの真面目陰鉄なオーク家の当主は異常なほどの支配欲を持っている。だから君はレイ師匠を彼に合わせ、わざと計画が漏れるよう仕向け、そして最後、あの当時は君は三つ目の奇跡を隠すことができる。僕の頭の中を勝手に覗くな、クソ野郎。君の頭？僕たちの頭の間違いだろう。君は僕であり、僕は人前でボロを出さないようにするには先に自分を騙すのが一番。僕に言わせれば、これはサンデーが持っていたもう一つの奇跡だ。とても綺麗な緑色で、君のようにこれの名前を教えてくれるかい。わざわざ僕に聞く必要があるのか。じゃあ僕が思い出させてあげよう。先に席は幸運と計略の石。砂金石は珍しいものじゃないけど、ある宝石と色がよく似ていることから、その宝石の代替品として使われることが多い。翡翠と呼ばれてる。あのサンデーでも見抜けなかったんだから、翡翠も砂金石の代わりとして使えるみたいだね。アベンジュ、トパーズ、ジェイド、三人の精鋭、三つの奇跡は言っただろ。チップ三枚で十分。前者なのか後者なのかは。それで本物の砂金石は見せてくれよ。どこにあるのか知らないのか。ただ君の口から聞きたいだけさ。今のそれは本当に持ち主にお似合いだ。なら君の望み通りにしてあげよう。それらは片時も離れてはいない。そう、この安っぽい宝石の中にね。君は出発前、砂金石を砕いた。その見た目、君の支離滅裂な人生にそっくりだな。どんなに輝かしい外見をしていても、中身は価値のない石ころ。こんなことをしたらどうなるか、よくわかってるだろう。ダイヤモンドはいつだって結果を重視してきた。僕の生み出す価値がコストを大きく上回っている。何の代償も払わずにファミリーを騙せるわけないだろ。大丈夫、
孫悟の奇跡は砕けても効果を発揮するからね。たとえ効果が大幅に弱まったとしても僕にとっては本当に不思議なんだけど、どうして君は毎回危ない橋を、まさか本当にリスクが大きいほどリターンも大きいなんてし君にはわからないことがたくさんあるって。それは君が本ま、奇跡が消えた。また調和の幻覚か。こんにちは。また、うん、また会ったね。うん、お姉ちゃんもいるよ。本当に楽しかったな。それを言うならフィル、そう、それたくさんの絵が並べられて、僕とお父さん、お母さん、よかったらお兄さんもやってみて。そうだね。なかなかの手、はあ、つまんないな。なんで黙ってるんだ。君は確かに僕の興味を引いた。僕が今回はやけに素直だな。素直さは数少ない僕の大切な品性だからね。僕たちのスタジオの旅はまだ終わってない。一番高い岩より高い。それにお花もたくさんある。お姉ちゃん、この紫のお花あげるよ。行き止まりか。道を間違えたのかな。何か思い出したのかい。君には関係ない。ヒントが必要かな。これは君にはめられ、君はこの鉄の鎖を拳に巻きつけた。黙れ。その過去を直視したくないのか。僕が思うにどっちも正しい答えじゃないな。弱い奴が危険を犯したりするか。確かに君は危険を。あの同行者たちは君の切り札となり、残念ながら君は彼には及ばない。君が言った小細工は確かに効率的かもしれない。だって不公平な公平彼女は僕に全て全てを覆す。つまりテーブルのそれは反則だろう。この葉っぱを持ち帰ったら
新しい花が咲くかな。実に形容しがたい顔をして、そうすれば君と姉さんは、母さんは2つのアクセサリーしか残してくる。君はいつもそう言ってるけど。関係ない話を持ち出すな。はっ、分かった。ところで、きっと今でも耳に残ってるんだろう。そう、君は覚えてる。姉さんの最後が…いい加減にしろ。話を遮られたのはこれで2…ようやく君の考えが理…最後にはこの美しい夢を引…あの性格から始まって、ロビンの声の喪失…でも…ダイスの目が出ればわかるさ。いいだろう。じゃあ僕のために観客席を開けておいて、もし最初からやり直せるとしたら。今回は静かだな。ようやくあいつが消えたのか、それとも僕が消え、やっと出られた。帰るの？でも僕、まだ帰りたくない。楽しいな。ずっとここにいたい。わからないけど、お兄さんを見てると不思議な感じがするんだ。興味が湧くっていうか、もっとお兄さんのこと知りたかったのに、もうお別れしないとなんて。
君は帰るのかい？うん、そろそろ帰らないと。暗くなってきたし、雨も降りそうだ。君の家はどこにあるんだ？おかしなこと聞くんだね。家はお父さん、お母さん、お姉ちゃんがいる場所。この夢だよ。この遊園地、この夢は本当に穏やかだよね。でもお兄さんは嫌いなんだよね。じゃあ彼らはどこにいるんだ？わからない。わかってるくせに。認めた方がいい。僕たちは疲れてる。だからここに残ろうとしてるんだ。彼、君の過去、そして未来としてね。どのくらい残るつもりなんだ？永遠にさ。僕たちは君と一緒に永遠にこの夢の中に。これは死を覚悟した人に捧げる最大の敬意だよ。相手の意表をつくのはめちゃくちゃなやり方だけど、君にとっては珍しいことじゃない。なぜなら自分の命を。君は真犯人が誰なのかも、遺産なんてものにも興味がない。ただ公正に仕事をするカンパニーの社員として、まそしてこの宴の3人目の犠牲者。僕にはできる。それも、はあ、そりゃできるだろうね。君の幸運はきっとちょうどいいタイミングで君を助けてくれる。一つの性格と一人の。これでカンパニーもテーブルにつく資格を手に入れられる。そして君も果てしない渦の中から抜け出して夢にまで見た救済を得ることができる。別に初めてじゃない。これは君の一番得意な、一番望んでいるやり方だ。だからダイヤモンドは君を選んだのか。彼が欲しいのはピノコニーだけだ。手段も代償も厭わない。まあそれは大変そうだね。急に思いやりが出てきたけど、両親がいたんだ。僕は結局君の自我の中から生まれた存在だからね。な、僕は君がすることを止められない。君が行く場所も。覆水盆に帰らずってやつさ。僕たちにできることは全てのチャンスをつかんで。ああ、残念ながら人は一生正しい決断だけをすることはできない。君は常に勝ち続け、負けたことがない。でもどうして君なんだ？もし幸運な人の奇跡が、彼の愛する全ての人、さらにはそれ以上に多くの人の不幸の上に成り立っているとしたら、もし君のもたらすそうだとしたら、僕たちは、その終点にたどり着いたら、僕たちの迷いも答え。分かった。僕は先に行くよ。この先、最後の時間を使ってこの子にちゃんと別れを告げる。できる限り後悔なく死ねるようにね。これで残ったのは僕たちだけだね。僕の写真を撮ってくれる？
かった。今度写真を撮るときはレンズを見た方がいい。うん、そうする。僕はまだ帰れないかな。ここでまた別のショーをする。うーん、じゃあもうすぐステージに立つんだなら行こう。ああ、お兄さんって役者さんだったんだ。ど通りで綺麗な服を着てると思った。いや、実は僕は商人なんだ。でもここでショーをするんだよ。黒い服を着た人たちみたいに。でもお兄さんは黒い服を着てないよね。あの服を着てるのは一般のスタッフだけなんだ。僕のポジションは彼らよりずっと上だから。すごいな。僕もお兄さんみたいにかっこいい大人になれるかな。なれるさ。君ならきっと僕よりずっとかっこよくてすごい人になれるよ。この幕の裏がステージだよ。もうすぐ出番だけど準備はいい？公演がうまくいくよう。ありがとう。まだ緊張してるみたいだけど。よし、じゃあ手のひら合わせしよう。チボシンの加護があればお兄さんも気が楽になるはずだから。手のひら合わせはちょっとした儀式なんだ。手のひらを合わせてマザーフェンゴに祈りを捧げるとマザーフェンゴが祝福してくれるんだよ。知らないなら僕が教えてあげる。大丈夫、知ってるから。もちろんね。ここでお別れだね、カカワーシャ。もうすぐカティカ人が来る。どうしてカティカ人は僕たちのお金も食べ物も。カティカ人は血に飢えていて残忍で欲深いの。これは計略であり復讐でもある。彼らはエビキン人がこの日に必ずお祭りを開くことを知ってる。でもカティカ人たちは今回私たちが抵抗しようとしてることも、空から来たこの雨がなければカティカ人は行動を起こさないし私たちもチャンスをつかめない。誰か死んじゃうかもしれないし、お姉ちゃん。エビキン人は必ず仇を討つ民族だからだよ。あなたが生きている限りエビキン人の血が絶えることはない。そして私たちは次のカカワのオーロラの下でチボシンがあなたのために三度瞳を閉じますように。あなたの体を流れる血が旅がいつまでも平穏でありますように。計略が決して露見しませんように。さようなら、カカワーシャ。スターピースラジオが本日のニュースをお伝えします。カンパニー市場開拓部のスポー反乱を起こしたのはカティカという部族で、この部族は長い間カンパニーに対して不満を抱いており、カティカはカンパニー保護下にあるエビ金属に大規模な襲撃を仕掛け、判明しているだけでもロックスポークスマンはこの深刻な人道的災害に深い哀悼の意を示すとともに、最後彼は私たちが生まれながらにして持つ基本的権利を守るため
カカワーシャ。役者の準備は整った。いよいよショーの始まりだ。この公演は君に捧げよう。これが君に忘れられない思い出を残してくれることを祈ってるよ。ああ、そうでした。行く前に一つ個人的な質問をさせてください。あなたは本当にこの世界を自らの手で滅ぼしたいのですか？仮に、きっと僕は喜んで賭けるだろうね。この人がヨミ？はじめまして。私はヒメコ。請求列車のナビゲーターよ。はじめまして。うちは美月ナナカ。彼女とは知り合いだろうし、はじめまして。誰も私が現れたことに驚いてないようだが。ベルトが一緒に行動すると決めたってことは、あんたを信じ、あなたたちの関係。ヨミさんは危険分子ではないし、請求列車に敵意を持っている。これからも協力を続けるなら彼には納得。それって三者が顔を合わせる場を作りたい。アベンチュリンさんの行動の裏にはもっと深いロジックがあるはずだ。こうなった以上、彼の計画の中で請求列車がどの位置、そこまで事態が発展した場合を考えると、味方は一人でも多い方がいい。あんたの言うことにも一理あるかも。でもやっぱりピノコニーの危機。時計屋の謎を解き明かすにはカンパニーの持っている情報が必要になるわ。意義はないようだな。それで、もちろん同行させてもらう。じゃあ出発しよう。でもどこに行けばあいつに会えるのかな。焦らなくても大丈夫よ。本当に何か隠す。レディース・アンド・ジェントルメン、ピノコニー史上最も驚きに満ちた最も盛大なショーが、マスターピースカンパニーが皆さんをお待ちしております。ほらね、役者と観客の両方が会場に来なかったら。行こう、みんな。開拓の道を貫く時が来た。嫌な予感。じゃあ今すぐクラークフィルムラン。ベルトさん。ん？どうして仲間に私の正体を教えなかった？君が言ったように話したくないんじゃなくて、できないんだ。あの長い話を手短に誰かに伝えるのは俺でも難。だが俺は君を信じたいと思っている。君に対する信頼はほとんど個人的な主観から来るものだ。そしてきっと彼女たちの立場でも同じ決断を下したはずだと俺は信じている。ありがとう。お返しに、これからの対決で請求列車に不利な状況になった時はあなたたちの味方をすると約束する。微力ながら手伝わせてもらう。また戻ってきた。アベンチュリー、いくらなんでも大げさすぎない？誰もいないの？さっきハウンドたちが。みんな目を離さないで。レディース&ジェントルメン、
言われた通り来たわよ、アベンチュリンさん。もちろんそうするさ。拍手で迎えよう。せこのステージと彼女の正体は真犯人逮捕とは何の関係もないはずだ。いや、関係ならある。当然じゃないか。それはね、彼女が3件の殺人事件の唯一の目撃者である。3件の殺人事件。そう、3件目の殺人事件はもうすぐ起こる。本当に盛大な死がね。君、そして君、全員が死ぬだろう。そしてそれは全部君のせいだ。君はここで死そのものになるんだよ。僕の言いたいことは明白だと思うけどな。もっとわかりやすく言おうか。僕は君の体内にある性格を爆発させて、ピノコニーでちょっとしたトラブルを起こそうとしているのさ。ボン、遊園地全体が夢の破片に変わる。そしてファミリーが手を打つ前に虚勢を張っても無駄だ。本当にそんなことができるならこれまでにいくらでも。おや、かけるのかい。いいだろう、なら僕もかけよう。もちろんあなたにはできない。できると。だってこれはただの賭けに過ぎないからね。僕はツガンニアの砂漠から来たんだ。たった60枚の銅貨のために。人でも太陽は僕を殺さなかった。それどころか龍祖は君たちに睡眠は死の予行演習ということわざを紹介しよう。毎晩夢を見るのは死に向かっているのと同じことだ。みんなもうゲームは始まってる。断る理由がない。サイは投げられた。ゲームを始める準備はいいか。喧騒者の空前しか。何の価値もない。かけよう。このゲーム僕が勝つ。オールインだ。僕は死をも乗り越えてみせる。全てを。さあ、最後まで笑っていられるのは誰かな。ゲームスタートだ。あなたの手を見逃そう。トン！落ち着いて。研究の負。命のいずれ風に吹き落とされる。トン！月光をするにと。この月下で全てを照らさん。素晴らしいと。さようなら。パン。立ちなさい。はっ。逃げられる。お分かりの。落ち着いて。オールインだ。天使を授けん。この体に治療はいらない。生命は呼吸根は巡る。ふわっ立ちなさい。
亡者再臨。研究のクッチェックメイト。くだらないトン。たとえ逆境に追いやられ人は希望があるため駆け続ける。君たちが持つ可能性は僕が全力を出すに値する。いけばいい。ホン月光を剣と。この月下で全てを照らさん。チェックメイト。立ちなさい。本質は同じ。終局はどうか。死ぬがいい。生命は呼吸する。落ち着いて。お別れの時だ。天使を授けん。これが命の亡者再臨。素晴らしい。さようなら。ファン、この月下で全てを照らさん。オールイン。逃げられぬぞ。呼吸するその感覚。もっと思い切って生きられない。スロープレイか。わざとらしい。イラつくな。思いっきり楽しむためにすべてのチップをかける。捨ててこそ本当のゲームができる。君ならヒットコールするだろう。知れ。出発するのか。ああ、もしかしたらあなたの言っていた場所に立ち寄るかもしれない。リノコニーか。夢の中で何を探したいのだ。何も探すつもりはない。それらは夢の中にはないからな。おそらくファミリーは君を受け入れないだろう。なぜだ。君が歩んでいる道は調和とは相入れないものだからだ。それが私の望んだことではないとしても。それが君の望んだことではないとしてもだ。何しろソは他のアイオンとは違うからな。ソは誰にも目を向けたりしない。誰ソは運命の糸を残し人々を歩かせ共に巨大な影を織りなしている。その影の中から戻ってこられる人。彼らの大半はあなたの目には私も同じように映っているのか。君にはまだ少し色彩が残っている。だがそれで十分。それが完全に消える前に私は虚無の果てにたどり着く。涙雨降りて溢れる渡り。
読み字を焼けず、常よ帰ろ。ここはどこだ。巨大なブラックホール、成功した。この悲しい世界へようこそ、カカワーシャ。あなたの幸運は私たち、全てのエビ賢人にとって最も貴重な宝物なの。2日間生き延びることができれば、お前の力が本物だという証明になる。富、地位、権力、カンパニーはあなたが望むもの、望まないもの、全て。そして私たちは次のカカワのオーロラの下で再会する。残念だが、ここはあなたが期待している場所じゃない。虚無なのか。あなたから見れば、私は正体を隠した司令かもしれない。眠る無双者は誰かに目を向けたりしない。祖はすただ、一部の人々は祖の影の下で夜それだけって、つまりここがこれは一瞬で過ぎ去る夢、無数にあるイクスの姿の一つ。僕の死は決まっているみたいだね。あなたがそれを望んでいたとしても、目的が達成されたなら、どういう意味かな。遊園地でのあなたのショーは虚勢に満ちていたが、あなたがここまでの労力を払い、自分の命までピノコニーの無境に本当の死は存在しないどうして僕がそんなことをしなくちゃいけないんだ。そうしなければ、あの連続殺人事件以上に隠された秘密に触れることができないからだ。夢の中の死を利用してこそ、時計屋の遺産、本当のピノコに。どうしてわかったんだい。私も予想していなかった。まさか偶然知ったあることが。それはあの人の正体だね。あなたも事情を知っているようだな。確信はないけど、殺人事件はいい口実だけど、それだけじゃ不自由。この美しい夢は大海原じゃなくて孤島なんだ。同時にこの死を隔てる壁を使い、知られざる秘密を。誰かが壁の向こうへ行き、生きて帰ってきたなら。そう、ヒントは早い段階で手に入ってた。口の聞けない人が声を出す。深海から生還したもののステージに立って話すことができない人。ヒント証拠。残念だけど証拠はないんだ。僕の推測を裏、真相を解き明かすには証拠がいるけど、何かを疑うだ。私にはあなたは十分な確信を持てていないように見える。わざわざ。あなたは確かに幸運で、運命は私たちの道を交わる。あなたは狡猾だな。わざと私たちが対立するよう仕向け、だからこそあなたは勝てる。時の運、あなたの計画では常にカンパニーが勝者となる。大きな賭けだと思うだろう。でも
一つ間違いを性格を爆発させることは僕にはできもし君が最後まで刀を抜かなかったら。もしを話していても意味はない。あなたは勝った。この後深淵から戻ってこられるかどうかは。あなたは一度も迷ったことはないのか。迷ったことはもちろん。それ以外、この夢から覚めたら行くべき場所に行くといい。あなたの賭けはまだ終わってないからな。別れる前にもう一つ質問に答えてもらえないか。どうして僕たちは死ぬためにこの世界に生まれてくるのかな。そんな風に思ったことはない。あなたも同じだろう。でも虚無は僕たちをだからこそそれには意味がないんだ。でももし運命のダイスの目が死刑で埋め尽くされていたとしたら。私の答えはあなたの迷いを解消できないかもしれない。それはあなただが、あなたは睡眠は死の予行演習。生命体はなぜ眠るのか。ならあなたも理解しているはずだ。仮に結末が決まっていたとしてもそんなことはどうでもいい。人には。だがその前に結末に向かうまでにできることも、そして結末はそれによって全く異なる意味合いを見せる。自分のポケットを見るといい。あなたの友人はとっくに答えを渡している。幸運を祈る。するかな。お兄さん、行っちゃうの？やっぱり最後は。ああ、ここには。じゃあその人たちはどこにいるの？みんなが行くところにいるんだ。遠く遠く離れた場所にね。お兄さんもそこに行くの？うん。いつでも今じゃない。いつかまた空から雨が降る日が来る。だからその時が来る前に準備をしないといけないんだ。何の準備？彼らに会うための準備だよ。うん。お兄さんならきっとできると思う。ああ、もちろん。僕はでもまだ緊張してるみたいだけど僕もそう思う。カカワ社、最後にもう一度行くの？ああ。地母神が三度瞳を閉じますように。その血が永遠に巡りますように。旅がいつまでも平穏でありますように。計略が決して露見しませんように。僕たちはカカワのオーロラの下で再会する。さようなら、カカワーシャ。
金石の光が消えた。これが表す結果は一つだけ。彼は約束を果たした。そして望みを叶えたのね。計画通り、あなたの奇跡はファミリーのテリトリーに届けられました。次、私たちの役目を果たして収穫を始めましょう。私が謁見し、私が酒を注ぎ、私が奪う、私は甘露に毒を授け、すべてを琥珀の王に。目が覚めましたか。ここでずっと待っていました。私は性格ハンターのサム。以前にも会ったことがあるでしょう。もっと早くあなたの前に現れ、事実を伝えたかったのですが、予想以上の妨害に遭いまして、11回試したのですが、エリオの言う通り、あなたも私も、私は彼やカフカのように人の心を知り尽くしているわけではありませんし、なので私が取れる手段も人、そう、君に見せるしかない。迷宮のような廊下や部屋、あちこちに仕掛けられた罠。この屋敷の主は疑心暗鬼になってるみたいだな。面白いことを言いますね、保安官。そのユーモアが連続殺人事件の犯人。個人的な意見を述べたまでだ。どう、ギャラガーさん、私はあまり忍耐強い方ではありません。消極的な仕事ぶりはあなたが真犯人とつながっているという。ふん、悪党ならず者、酔っ払い、ゴロつき、そういうゴミみたいな言葉は腐るほど聞いてきたが、まさか自分が殺人鬼の共犯扱いされる日が来るとは思わなかったな。さっきの言葉を撤回しよう。お前の問題は疑心暗鬼が過ぎることじゃない。お前は狂ってるんだ。わかるか、狂人。お前らファミリーは俺のような老犬の背骨を折り、牙を抜いた挙句、今度は殺人犯呼ばわりするのか。ふざけやがって。町中の野良犬におかしなことをするのはスラーダを飲みすぎたバカだけで十分だ。一体何がお前をここまで狂わせてるんだ。俺なんかよりフィルムランドで大騒ぎしてる客人たちのことを気にすべきじゃないのか。あなたに言われるまでもありません。あの死者が館の門を出た時点で彼が何をしようとしているのかは分かりました。私の使用人は全てを見ていた。なぜ私が彼を見逃してわざわざフィルムランドのステージを開けたのだと思いますか。私の狙いは最初からあなただったからですよ、良犬。彼が騒げば騒ぐほどあなたやあなたの本当の主人に血の償いをさせるチャンスが増えますからね。俺が本当に犯人ならどうしてそこまでコソコソする必要がある。ああそうか、忘れてたが、お前にも面倒な主人がいるんだったな。あいつらはお前に殺人事件なんか放っておいて調和セレモニーに専念するよう言ったんだったか。
そうだろう、優しい兄様。どうやらあなたの変装はファミリーのことを知り尽くすのに役立ったようですね。変装？俺が偽物に見えるなんざどんな目してやがる。その目を見開いてよく見てみろ、氷。確かにあなたの体を構成する全てのものは本物だ。バンニのように柔らかくカールしたブラウンの髪、サービテカーの視線を思わせるオレンジの瞳、風変わりな傷跡はウール氏の勲章でしょう。灰色のベスト、ネクタイ、ハウンドの勲章、水筒、カクテル作りの技術、保安官の肩書き、52人の忠実なファミリーのメンバーに由来している。それらが一つの場所に集まり、無数の小さな真実が嘘を紡ぐ。あなたは全ての人から認識を集め、それをもとに無境の中で完全なギャラガーを虚構した。違いますか、神秘の手先。すごいな、やるじゃないか。大したもんだ。どうやら俺はお前を見くびっていたらしい。褒めてやるよ。だがそれがどうした。それでお前の妹とあの密航者を殺したのが俺だって証明できるのか。少なくともあなたと記憶行きミーム、死が同じ穴のムジナであることは証明できる。それで十分です。いいですか、私はあなたがどうやったのかなんてどうでもいい。私が気にしているのは一つの質問の答えだけ。貴様、この死に損ないの負け犬風情が、なぜロビンを殺した。人は目に入った砂を見れない、ただ存在を感じるだけだ。答えを知りたいか、教えてやるよ。全部クソみたいな運命のいたずらなのさ。どうしたの？何か共有することでもあるのか？悪くない、洗練された内装。何より重要なのは、どういたしまして。七死人として旅をしていれば感心だな。試してみるか。